今日素敵なステージを組んでもらってますが、僕らは音楽をね奏でることしかできないんだけれども、やっぱりこうお客さんがいて、で、まあ、いわゆる裏方、照明、音響、ステージ、それからこれはまだ目に見えるものかもしれないけれども、皆さんが、見えないところでアーティストのケアをしてくれるスタッフがいたり、チケットのね販売やその受付にいてくれる人がいたり、本当にいろんなチームでスタッフでやって、こういう素敵な空間が出来上がっていくということをですね、僕もずっと、なんていうの、ステージをこなしてやりながらね学んできたつもりです。そんな中で今年、僕が本当小学校の時から世話になってた、照明の、技術をやっていた方が、亡くなって、でその方はねずっと僕らの演奏にこう光を当ててくれていました。まあ、仙台というチームのねみんなそれぞれソロの活動プロジェクトもやっていくということもありまして、今ね活動をお休みしているところでございますけれども、こうやってサムライアパートメントとして今活動している中で、その方はですね、俺にもな、お前がいつかワンマンやるとき照明させろよってね、まあ、言っていただいて、侍もねいつか照明のね、こう据える会場でワンマンライブやるときは、ぜひその方にやってもらいたいなと思って、やってきたんですけど、こうやって12月14日にもうワンマンが決まっているっていうのにね、つい最近亡くなって、照明の光をね当ててくれるチャンスはなくなってしまったんですけど、でもすごく嬉しいのは、今日は仙台コミュニケーションアーツ専門学校という、まあ音楽やいろんなね技術裏方も含めていろんなことを学んでいる学生たちがこのステージを組んでくれました。照明もそうです、音響でも手伝ってくれてるし、この、まあ、ステージをねこう実際組んだり、あと今日は映像の人もだし、アーティストのケアもだし、もう全般スタッフをやってくれています。こうやって時代が一つ変わって、自分らもまだまだ、20代若造ですけど、本当に、まあ、僕らの口からこう世代交代なんていうことはねもちろん言えないんですけど、やっぱどんどんねそうやって時代が変わって、世代もどん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 変わっていく中で、今日はね、そういうこれから音楽の業界でいろんな形で関わっていく夢を持った学生たちが、その照明、こうやって明かりをね照らしてくれたり、ステージ組んだりしてくれました。きっとまあその亡くなった僕がずっとお世話になってた照明の方もきっとね、まあ天国から光をね当ててくれてるんじゃないかと思って、俺たちもこれから頑張っていきたいなと思うし、本当に今日は音響も僕らさんのアパートメントのことをですね、本当にいつも考えてくれて、どんな音がいいかって研究してやっ
ってくれてる、ね、中井さんとか加茂とかこうやっているので、僕らの音楽やってる人間は特に音の問題っていうのはすごくやっぱり自分たちにフィットしていかないと気持ちいいようにできないんですけど、そういう面でもたくさんの皆さんに支えられて、このコンサートができたなと思っております。本当にスタッフの皆さんに感謝します。ありがとうございます。ラストの曲になりますが、カバーを一曲聴いていただきたいと思うんですけれども、まあ本当に僕らこうやって音楽の仕事をしててもそうだし、そうじゃなくてもみんなもそれぞれそうかもしれないけど、出会って、まあ別れがあってね、辛い別れっていうのもあるんですけど、でもそういうことを繰り返して僕たち自身も、これから宮城、涌谷や美里町や自分たちのふるさとをね、大事にして世界に音楽を発信していきたいなと思ってますので、応援よろしくお願いします。それでは、聞いていただきたいと思います。小田和正さんのカバーで、さよならは言わない。ずっと
Thank you.